来た来た、大丈夫よ。おお、すごい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 、こっち来てる、こっち来てる。65はありそうですね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、でか。こんなん、それですね。お、65はありそうですね。はい。おめでとうございます。65センチぐらいでかい。嬉しいです。うむながおめでとうございます。させていただきました、はい、おさすがですね。さすがですね。もう地合いに起きて、はい、すかさず餌を変えて。ああ、ありがたいですね。プロフェッショナルの技で釣らせていただきました。おめでとうございます。めっちゃ眩しい。ねえ、眩しいね。手前に3杯、これでどうだ。よっしゃ。おお、さあ来てくれ。さっき何回か洗ったんですけどね。よっしゃ。おっしゃ。よっしゃ。おっしゃ来た。おっしゃ。お、なに、なんだ。よし。お、いいぞ。お、いいよいいよ。ナイスファイト。おっしゃ。トカザ。トカザ。見えた見えた。大丈夫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 よ。やばいやばいやばい。入る入る。はいよ。やばいやばい。タモ大丈夫。あたしさん、タモ助けてあげて。よっしゃ。トカちゃん、トカちゃん、いいサイズ。もうグラスか。お。よっしゃ、浮いた。イエーイ。あ、まだ。よし。よし。これちょっと。ちょっと待ってよ。よし、浮かしてから。ねえ。よし。勝った。イエーイ、ナイス、アルさん。おめでとうございます。よっしゃ。おめでとう。ありがとうございます、はじめさん。はいよ。昨日よりでかいんじゃない？ありがとうございます、トカシャです。はいよ、おめでとうございます。はい、おお、はい、入った入った、誰？はい、どうぞ。お、はじめさん、ヒット。これはヒットでしょう。よいしょ、ヒットです。はい、またご飯を作ってる時だね。いつも通り。さあ、何でしょう、寄ってきた。なんかね、カマンちゃんかなんかじゃない？お、来たいな。タマンだ、タマン。おー、胸やか。これちょっと、はい、45センチぐらいですかね。はいよ、胸やかちゃんですね。はいよ。はい、おめでとうございます。顔おっしゃ、来た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 。おっしゃ、来た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 。あー、ねずれ、釣れてる釣れてる、やばい、釣れてる釣れてる。出てきてる出てきてる。
頑張れメガディス。吸ってる吸ってる。おっしゃおっしゃおっしゃ。あ、見えた見えた見えた。おっしゃ浮いてきた。おっしゃ。メガディス最高。1.75。はい。おっしゃ、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 おお、なに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 、よいしょ、おっと、あ、でもあのなんかマクブの親戚みたいな、すごい歯ですね、うお、すごい。最後はですね、魚が大きいときはこういうふうにタモの網を差し出して頭から入れます。やった、エーゴアです。こんな感じでですね、みんな手軽に釣ることができます。おーおー、やばい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 、おおおおおお、おお、すごい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 、こっち来てるこっち来てる、おお、 GT 見えない、おお、やばいやばいやばい、おお、逃げてる逃げてる逃げてる、後ろ見えるか、おお、何が、おお、かいかい、やば、おお、あめあの3秒で浮きました。うちアイゴちゃんです。ありがとうございます。すごい荷物の量です。やべえ、楽しみ。狙ってるサイズじゃないけど、ニセラン、しかも珍しい、こちらでは珍しいニセラン、よし、変なところに立ってる、もしかして来た、よっしゃよっしゃ、ニセランだ、今日はニセランデーか、よーし、1匹目、この後は特に釣れず港に戻りました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、超過なんですけど、はい、まあ、なんとか取れて、はい、今回も丸ということです、ね。いやー、もう最高でしたね。もう本当に。黒島の荷物運びが、はい、何百キロの荷物を運んで。今日から、はい、R さんのあだ名は、はい、R 軍曹ということで命名したいと思います。はい、ちょっとタフすぎてついていけないですおじさんは、はい、釣りしたいシーンでずっとやってましたね、寝ないで、はい、頑張って、まあ、結果も出して、はい、まあ、メガテツの方もですね、はい、結構いい宣伝になるかと思いますけど、なったら嬉しいですね、はい、あれなんか話があれば少しどうぞ。そうですね、今回も使って感じたのが、ただ柔らかいだけの竿じゃなくて、この浮きとか数十グラム程度のものを投げるときはしっかりと芯があってコントロールが効く竿で、で実際魚が乗ってきた時に綺麗にショックを吸収して寄せてくれるっていうのは、本当になんか使ってて釣り人に楽をさせてくれる竿だなっていうふうに
感じましたね。あと使わせていただいた蒔絵さんも、はい、蒔絵さんあれも円筒が効く蒔絵になるんですが、はい、とってもまとまりが良くて、でかつ水面に落ちた時にしっかりと拡散してくれるっていう、この2つを兼ね備えているので、特に黒島のポイントとか遠投しないといけないポイントではかなり活躍する蒔絵かなと感じました。だからね、河原モンスターもね、はい、最高でしたね。もうすぐさっと回答タイム4分ぐらいで温度記録も更新されてるので、はい、はい、ただ美味しくいただきました。あ、美味しかったですね。とっても美味しかったです。はい、こちらになります。そうですね、食べましたね。はい、いただきます。ということで、また、はい、大型トカザ、大型ジッを狙いに、はい、また来てください。よろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。はい、はい、よし、よっしゃ、さあ、はい、はい、おお、やばいやばいやばい、ビッグゲーム、ビッグゲーム、ビッグゲーム、おっしゃー、でかい、ダメだこれ、ダメだ、うわー、でかい。